それではトラック男子 4×400m リレー準決勝最終組の第3組出場チームをご紹介します。第1レーン阿波、第2レーン砂沼、第3レーン一律松戸、第4レーン千葉黎明、第5レーン一律船橋、第6レーン八千代松陰、第7レーン県立千葉、第8レーン姉崎。以上8チームによりまして準決勝最終組の第3組です。でも朝にピピッと早くなるからね、あれね。
ギリギリ行けたっぽいよね。ただいまのレース1着は第6レーン八千代松陰、時間3分16秒52でした。以上をもちまして男子 4×400m リレー準決勝終了です。プログラムは47ページをお開きください。終了いたしました。男子 1600m リレー準決勝第2組の結果をお伝えいたします。1着東海大浦安、時間3分15秒35、2着西武大千葉、時間3分16秒20、3着日体大柏、時間3分17秒83、4着八千代、時間3分20秒61。以上準決勝第2組の結果でした。さあ大熱戦の 1600m リレー、まだ選手が変えられる学校がいるようでありまして、決勝は一体どうなるんでありましょうかというか、タイムの優勝チームもものすごい様々な期待が持たれます。さあ、そして三段跳びの方は3回目、まもなくトップ8が決まりますが、先ほど申し上げました通り、加藤さんの幕張総合が12m08、成田の高橋さんが11m75、小金の高田さんが11m65と追っております。